どうも皆さんこんばんは、ウイスキーセラピストです。今日はですね、またしてもですね、サントリーウイスキーの抽選販売についての紹介です。やっぱり年末だからなんでしょうかね、大盤振る舞いな感じです。今回抽選販売を実施してくれるお店はですね、スーパー万代。この万代でですね、サントリーウイスキーの抽選販売が行われます。万代はですね、関西圏に167店舗展開しているスーパーです。商品のラインナップはですね、響きジャパニーズハーモニー、山崎ノンエイジ、山崎12年、白州ノンエイジ、白州12年の5種類です。すごいラインナップですね。もちろん全て希望小売価格通りです。応募期間は11月17日日曜日から11月27日水曜日までの10日間です。もうすでに応募は始まってます。少し期間も短いですので、興味がある方はぜひ応募してみてください。応募方法についてですが、クレジットカードの作成などは不要なんですが、少しややこしいので説明していきます。まずは万代アプリのダウンロードが必要です。そこで氏名やメールアドレスなどを入力して登録します。それと万代カードという万代のプリペイドカードとの連携が必要とのことです。それができましたら、アプリの中にあるアンケートという欄があるので、そちらにですね、抽選についての注意事項や応募方法が載っていますので、そちらに同意して、次に応募したい商品をどれか一つ選んで、入力完了ボタンを押して応募完了です。当選の通知は12月2日月曜日の朝8時頃に、当選された方のみにご予約購入券がアプリのクーポン画面で配信されるそうです。落選の場合の連絡はないとのことです。このご予約購入券を代金先払いにて購入をしてもらい、別注申込書控えをもらいます。この際に引き渡しの日時も確認されるそうです。こちらの期間は12月2日月曜日から12月12日木曜日の間となっており、その際身分証明書も必要とのことです。代理購入はできないので注意してください。商品引き渡しの際は、本人確認書類と別注申込書控えと購入レシート、万代アプリの提示が必要です。こちらの引き渡し期間は12月21日から年明けの1月19日の間です。以上が抽選の応募方法、当選した後の購入までの流れとなっています。そして今回もですね、最後の注意書きに、目的の遺憾に関わらず転売目的でのご注文は固くお断りさせていただきますと書かれていますし、転売屋の皆さん、生活が苦しいかもしれませんが、やめてくださいね。はい、以上万代での抽選販売についてのお話でしたが、まずは万代アプリのダウンロードが必要ですので、興味ある方はダウンロードしてくださいね。ちなみに僕が応募したのは響きジャパニーズハーモニーです。家に一つ欲しいんですよね、飲みたい。ちょっと今回は関西圏の方が中心にはなってしまいますが、今日の動画がいいなと思っていただけた方は、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。 X や Instagram もやっていますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。